つもと画角が違いやす。やべかずさん第2ボタンありがとうございます。ドリアン中年かわいい、ありがとう。幸せはいつだって近くにいんだ、宝石のようなもの気づいてないだけ。ショータッピさんハートと第2ボタンありがとうございます。メイク変わった、よくお気づきです。アイシャドウを変えました。ヤマさん第2ボタンありがとうございます。さんボタンじゃないや、お花ありがとうございます。山さんボタンありがとうございます。気象予報士バタヤンボタンありがとうございます。山しーさんお花ありがとうございます。カズさんハートありがとうございます。気象予報士ボタンや第2ボタンありがとうございます。ちっちゃんさんボタンありがとうございます。世界は広すぎて見渡せない、夜空はここまで続くのか、水平線のその子は今日はこの髪型でいこう。いった、手はせた。家にドライバーがなくて、ドライバーってどこで売ってますか。気にある？
たいこれ。ドライバーがないときって何で代用できるかな。え、これ壊れちゃった。ドライバーが壊れたら何で代用したらいいかな。みんなに見せたいものがあったのに。なんで？これ、壊れた。みんなに見せたかったのにな。ネジが壊れてもダメだ。痛い。危な。マジで危な。ネジがさ、もうなんか途中で折れてさ、まっすぐじゃない。なんで、もう最悪。買った意外とやおい。やばばば、めっちゃ。来た来た。ピタゴラスイッチみたい。もう無理。これね、壊れちゃった。もうネジ自体がさ、曲がったものってもう入んないんだ、物理的に。かわいそうに。いや、動くかな。
髪うざい。あなたが冬っぴか、冬っぴよ。違う、諦めてない。諦めてない。やりたい。諦めてない。めげない。しょげない、泣いちゃダメ。あ、これ全然手元が映らないんだ。うん、いつもとね台が違うんですよ。うん、まあね、だからせいやもちょっと見づらい。チョキやばしくった、やばやったダメだ、開かない。これではくそ。え、動くかな。ダメかもしれない。プラスが下、マイナス。わっできた。つまんない配信、さよなら。つまらんくないです。マイナスなコメントをショールームでする人って嫌です、非常に。すごい楽しいのに。
見せようとして頑張っているのに今。ちょっと待ってね、ちょっと待ってほしい。非常にうちにはドライバーというものがなくてですね、でね、本当にすぐに見せるからちょっと待って。テープで止めよう。ちょっとその前に、あーごめんね。新しい仲間がねできたんですよ。それをみんなに、なんか新しい仲間ができたんじゃない、広島から持って帰った。それをみんなに見せようとしたらつまんないって言われたから、もうつまんないと思う人は他のルームに行ってください。ピさんは毎日みんなと、おでんの会のみんなと楽しくショールームをやりたいので、ピさんその辺の心はもう一回り二回りして強くなったのでそうよ、おごっぴよ。ちょっと待ってね、可愛くしてから出迎えるから。新しい仲間、新しい仲間を紹介するから。そう、ずっとね広島にいて、なんか前一回言ったことあるのかな、そうちょっとねこの前発見してね持って帰ってきたんですよね。こっちに話し相手がいないから。ダメだ、今日も最悪のコンディションです。前髪がどうにもならないです。困ったけどもいいか。変くないか。いや、キャッ、やっと見つけ、もうねネジが止まらないから、あれごめんね。わわわわわわ、そう、わ、来た、これ来てない。ちょっと待ってね、ちょっと接触不良、非常に接触不良が起きてます。強く止めないと。こんにちは、
来たこれ。はい、はじめまして、私のお友達のうなずきんさんでございます。ふっぴのこと好き？ふっぴのこと好き？ふっぴのこと嫌い？ふっぴのこと好き？ふっぴのこと好き？ショールーム好き？ショールーム好き？ショールーム好き？お腹すいた？お腹すいた？ご飯食べたい？お風呂入りたい？コメント読みたい？いやだって。コメント読みたくない？SKE 好き？ SKE 好き？ SKE 好き？寝たい？眠たい？寝る？カープ好き？カープ嫌い？お腹すいた？お腹すいてない？お腹すいた？日本語わかる？英語わかる？中国語わかる？ダンス踊れる？ダンス踊れる？公園出れる？公園出れる？出れないらしい。あなたは、あなたは男？あなたは女？あなたは男？あなたはバブちゃん？あなたは大人？ショールーム楽しい？ショールーム楽しい？コメント読みたい？こんにちは。こんにちはしない？こんにちはしない？さよならする？さよなら。めっちゃ面白くないですか？めっちゃ面白い子なんですよ。そう、このね、仲間をね、そう、ずっとね、これで話しかけてね、遊んでたんですよ、ちっちゃい頃。これがめっちゃ好きで、それがね、家にね、眠ってたのでね、これをね、掘り起こしてきてね、これからね、なんか暇の時この人に話しかけてショールームに出したら面白いかなと思って持ってきたんですけどね、お尻のねボタン電池のあれ接触っていうか何ね、これできなくて、ネジがはまんなくて。そうなんですよ、広島のね、なんだっけな、机の中にずっと眠ってたんだよね。ね、そう、ずっと眠ってたからね、掘り起こしてね、持って帰ってきちゃった。そうなの、かわいい。でさ、もう電池入ってなかったからさ、大丈夫かなと思って今日ね電池買ってきたんですよ。でも後ろのネジが壊れてて、壊れてっていうか、途中でさ曲がっちゃってさ、もうちょっとね、
ね。そうなので、ちょっとお尻張っちゃってごめんね。ごめんね。うん。ちゃんとね、答えるんですよ。はいかいいえで答えてくれるんです。可愛いでしょ。うなずきんちゃんと言います。可愛いでしょって自分で言わないの。わかった？そうなので、これを今後は相棒にしていこうと思います。うんとかうんしか言わないんですけど、うんとかうんとかしか言わないんですけど、なんかいないよりいた方が楽しいなと思ったので、相棒にします。新しい相棒にします。名古屋のうちペットいないので、この人をペットにします。名前はないです。うなずきんちゃんですね。あなたはうなずきんですか。うん、そうです。今日は疲れましたか。今日は疲れてないですか。久しぶりで嬉しいですか。あなたは生きてますか。あなたは目が見えますか。あなたは耳が聞こえますか。あなたは歩けますか。やばくない？全部ちゃんと答えるんだけど、一緒の本当のこと。寒いですか。暑いですか。かわいいですね。髪切りたいですか。アイドル好きですか。アイドルは好き？アイドル好き？アイドルは好きですか？お。毎日ここにいますか？これからいっぱい、これからいっぱいショールーム出ます。これ挨拶してください。挨拶しますか。挨拶しますか。あ、お願いしますだそうです。イエーイ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 。歌を歌えますか。歌を歌えますか。嘘つきましたか。嘘つきましたか。歌歌えないのに歌歌えますって嘘ついた。ごめんなさいしますか。こんちくわ。イエイ。かわいいね。かわいいね。ほったらかしといてごめんなさい。ごめんね。許しませんか。許してくれますか。おお、優しい。
優しい。じゃ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 。あなたは。手が疲れた。なんでバブちゃんですか？なんでバブちゃんの服を着ているんですか？いいですね。返事をしませんか？返事は嫌ですか？返事したいですか？お。歌を歌えますか？嘘はつきませんか？賢い。賢いですか？賢いですか？バカですか？ごめんね、ごめんなさい。今は9時ですか？今は8時ですか？今は12時ですか？今は9時ですか？今は8時50分今は8時50分ですか？まだ10時じゃないですか？今は8時50分ですか？今は8時52分ですか？今は8時53分ですか？これが楽しいですか？明日も出たいですか？明後日も出たいですか？しあさっても出たいですか？1年間出たいですか？明日だけ出たいですか？明日出たらもう嫌ですか？今日は出たいですか？明日は出たいですか？明日以降は出たくないですか？明日だけしか出たくないって、もう京都、京都明日しか出たくないだって。疲れますか？楽しいですか？楽しくないですか？
もう一生出たくないですか。寝たいですか。すごーい。今日と明日は出たいけどもうあとは出たくないって。今日と明日出たらもう二度と出たくないって。うなずきんちゃん、ひどい。さっきまで楽しいって言ってたのに。ひどいね。さっきまでさ楽しいってさ言ってたのにさ、何回聞いてもさ今日と明日はさ出たいのにさ明後日から出たくないって言うんだけど、気分が変わった。気分が変わったそうです。気分が変わって、本当は楽しかったけど明日からは楽しくないって。寂しい。しあさってはだって、しあさっては出たいですか。は出たいって。みんなからの質問に答えますか。答えますか。みんなからの質問に答える。お、なんかありますか。みんな質問なんかありますか。答えてくれるらしいっす。今ならいいって。今ならいいってよ。名古屋は楽しいですか。ゆっぴーのこと好きですか。おお。いちご好きですか。眠いですか。眠い。眠いですか。眠い。眠いですか。あ、ごめんなさい、今の誰が質問したかわかんないけど無視しました。トウモロコシは好きですか。お金は好きですか。おお。ご飯を食べますか。ドラゴンズは好きですか。ドラゴンズは好き。うどん好き。松茸好き。松茸好き。無視ですね。広島に帰りたいですか。鈴木誠也は好きですか。野球は好きですか。カープは好きですか。おお。帰りたいですか。帰りたいですか。広島が好きですか。名古屋は好きですか。アイス好き。
歌は好き？乃木坂は好き？時間わかる？今9時？もうやめたい？まだやりたい？まだやりたい？もうやめたい？ショールーム終わりたい？終わりたいらしいです。やめるか。疲れた？つまんない？楽し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 い？無視してきた。無視した？無視しただって。今無視した？無視したの？無視ごめんねって思った？ごめんって思ってない？ひどいな。ひどいな。かわいい。話し相手になる。こういうロボットはかわいいですよね。明日も出てくれる？うん。明後日も出てくれる？明後日も出てくれる？楽しくなってきた？楽しくなってきた？ずっと出てくれる？ずっとショールーム出てくれる？ずっとショールーム出てくれる？お！出てくれるって気が変わった？好きになった？嬉しい。やっぱり楽しくなってきたって、うん、めっちゃコロコロ気分変わるじゃん。大丈夫かな。気分変わるのいっぱい。5分後にはまた変わる？じゃあ5分間隔で聞きましょう。5分後にはまた変わっちゃうそうです。はいかいいえで答えられる質問なら答えてくれるってよ。はいかいいえ。明日は晴れますか？明日は雨ですか？
明日は雨ですか？男ですか？男ですか？横浜の天気は晴れ？雨？雨ですか？半分半分ですか？半分半分だって。朝 50%、 夜 50% だって。人間になりたいですか？人間になりたいですか？うなずきんのままでいいですか？人間になりたいですか？やっぱり。やっぱりね。喋れますか？返事ができる、できますか？だって。だーつて、だつて、だーつて、だーつて、だつて、だーつて。身長は5センチですか？身長は3センチですか？身長は2センチですか？身長は5センチですか？身長は10センチですか？5センチですか？2センチですか？身長は3センチ超えですか？身長大きくなりたいですか？身長大きくなりたいですか？電池がなくなりますか？無視。無視、無視、無視。無視された。無視された。無視されました。カバンの中に入れて持って運んでほしいですか？カバンの中に入れてほしいですか？持って運んでほしいですか？ずっと家にいたいですか？ずっと家にいたい？外に出たい？外に出たい？家にいたいんかい。家が好き？家が好きですか？この子はめっちゃ気まぐれです。基本的に家にいたいそうです。なんか持ち運んでいろんな人に見せたら面白いかなって思ったけど、うんしか言わないですね。もう家にいたいらしいです。どうしてもどうしても。なので家に置いておきましょう。これは私の相棒です。なんだろう、今は楽しいな。なんか友達が持ってて、どれぐらいかな、小学校低学年ぐらいの時とかに友達が持ってて、
それなんかいろいろ言ってね、遊んでて私も欲しくなって買ってもらったんですけど、買ったのかな自分で、お小遣いでなんか、まあ、とりあえず買ったんですよね。そうだけど何回かなんか聞いたらもう飽きちゃって、その買った日にもう割と飽きてしまい、買っていろいろ質問して笑ったらもう終わりみたいな、一通りの質問をしていろいろ聞いてギラギラ笑ったら終わりみたいな感じで、もうそこから電池を抜いてインテリアとしてねずっと机の上に置いてたんですけど、名古屋に引っ越すタイミングでかな、机の中の引き出しに入ったままになってたので連れてきました。本当に一生インテリアとして電池入れないままこうポンって置いてありましたね。起き上がりこぼしではありません。ちゃんとうなずきます。うなずきますよね。意思を持っております。なんかよくめっちゃリアルなロボットとかあると思うんですけど、そういうのはちょっとね苦手ですね。大学とかにもねペッパーくんとかいましたけど、ああいうのはちょっとリアルすぎてねちょっと怖いんですけど、これは結構かわいい。どうします、夜にこの子が自我を持ち始めてテクテク歩いてきたら。どうして名古屋に持ってこいと思う、なんかたまたま見つけて、ああなんか話し相手になるなと思って、名古屋のうち一人で寂しいから。怖くないよ、怖くないよね。うなずきんは怖くないよね。そう怖くない。今ケミショ見てんの、広島でガンスって知ってる。何ガンスって知らない。何時だ、何時から始めたっけこの配信。なんか話してたらあっという間に時間経っちゃうけど、もう終わろうかな。何時から始めたかは分かんない。夜1時間ぐらいやるつもりでいたけども経った気がするね。もうすぐ1時間だよね。終わろう、バイバイする、バイバイする。うん、終わろう。コメント読む。うん、はい、ではコメント読んだら終わります。あ、ギフトとコメントを読みます。ケンさんハートありがとうございます。鍋和さん第2ボタンありがとうございます。プリアン中年かわいいありがとうございます。ショータッピーハートありがとうございます。第2ボタンもありがとうございます。ヤマさん第2ボタンありがとうございます。ヤマシーさんお花ありがとうございます。気象予報士バタヤン第2ボタンありがとうございます。なべかずさんハートありがとうございます。じっちゃん第2ボタンありがとうございます。みのもんたよしのりダンシングオールナイト、第2ボタンありがとうございます。じっちゃん第2ボタンありがとうございます。ドリームパスポート第2ボタンありがとうございます。みつくんハートありがとうございます。ショータッピハートありがとうございます。じっちゃんたんぽぽありがとうございます。
ドリアン中年かわいい、ありがとうございます。ふみめろだるま、ありがとうございます。平野先生似合う、ありがとうございます。ドリアン中年かわいい、ありがとうございます。だるまもありがとうございます。ハートもありがとうございます。ふみめろふうくん、だるまありがとうございます。ドリアン中年かわいい、ありがとうございます。つねちゃん、お花ありがとうございます。かわいいもありがとうございます。たけしさ第2ボタンありがとうございます。ランキング見ます。13番赤髪ありがとうございます。12番ムーンありがとうございます。11番コットンありがとうございます。10番パルクありがとうございます。9番ボルありがとうございます。8番ケンありがとうございます。7番気象予報士バタヤンありがとうございます。6番平野先生ありがとうございます。5番山さんありがとうございます。今日の4番はショータッピさんです。課金ありがとうございます。3番ドリアンチューナーありがとうございます。2番ミロさんありがとうございます。そして今日の1番はミツくんさんです。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。6591人の方ありがとうございました。ギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございました。新しい仲間を紹介しようの回でした。ありがとうございます。なんかあんまり出たくないってこの人言ってるんですけど、せっかく連れてきたからには。まあでも背がね低いんですよこの人。背が低いからな、ね、うんって言ってるけど、そう背が低いからさ、ちょっと置き場所を考えの、こう一生ずっとこうやって手で持ってるのはちょっとしんどいからさ、どうにかして新しい仲間を置いておきたいなと思います。ありがとうございます。はい、新しい仲間の紹介でした。はい、ありがとうございました。明日からも話し相手に置いておきます。6667人の方ありがとうございました。ギフトもコメントもありがとうございました。楽しかったです。それではおやすみなさい。今日メールちょっと少なめだったので、メール今からバンバン送ります。バイバーイ。